どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガゼレレのガズと、はい、登場していただきました、はい、ハニーさんでございます。ありがとうございます。2人が出てきたということはもうあれですね、夫婦でセッション、今日もセッション夫婦でしていきたいと思います、はい。まあ僕らね、夫婦はね、いつもあのリビングルームでこうなんかまったりしてる時、どっちかが引き出すとこう混ざってきてハモったりとかいろいろやってるんでね、これ YouTube でもやろうよということで、もう結構シリーズになってまして、はい、もうここにリンク貼っときますけど、結構もう十何曲もやってるんでね、皆さんもぜひ今回も一緒にやっていきましょう。今日の盛り上げる曲はいいですよ、あの思い出すわ、あのパリの散歩道行ったことないけど、はい、そんなイメージで歌いたい曲、せーの、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼをですね、この2人でセッションしていきたいと思います。歌詞とコードをね出すんでね、ぜひ皆さんも一緒にセッションしてまいりましょう。はい、で演奏終わった後もちょっとねご案内ありますんで、ぜひ最後までご覧になってください。はい、じゃあちょっと、はい、ルンルン気分です、ね、パリの散歩をね思い出す感じで、行ったことないけど思い出す感じでやってみようと思います。じゃあ やってみようかね、うん、はい、オーシャンゼリゼ夫婦セッションやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんかこうパリのね街をさ散歩してたの思い出すよね。行ったことないけど行ったことないけど思い出す、こんなねあの魅力がある曲でね、今ね2人でやってみて分かったのは、結構早くなっちゃうんだよね。でこうなるべくこうゆったりね、こうリラックスして本当パリの街を散歩してる気分がいいんだけど、なんか一生懸命になっちゃうとね、なっちゃうんだよ ね。そうだから一生懸命ならない努力をねやっぱするのがいいのかなって、それどんな努力やねんっつってね、力抜く努力とかね、もうよく分かんないけど、そういうの大事かもしれない、はい。このオーシャンゼリゼの、ガズレレしっかりレッスン動画、ここにリンク貼ってきますよ。ここね、ここでこの曲ね、ほんとなんかね晴れた日に歌いたい曲だな。ちょっと最近天気悪いけど ね、でも大丈夫大丈夫。あと今日ちょっとお知らせさせてください。このいつもご紹介してるガズのねリュックサック、これウクレレの入るコンサートウクレレまで入るリュックサック、あともう残りめっちゃ少なくなってきて10個あるかないかぐらいかな、はい、今の段階でなんで、ちょっと ご検討されてる方これ急いでください、ね、これウクレレコンサートウクレレまでこうビシッと入って、この譜面台が入るなんかいろいろポーチとかね、もうすごく考えられてるこのリュックサックなんですよ。で横にもこうやって持ってるからね、こうビジネスマンにもいいし、 この渋いガズレレの黒プリントがまた
そんな宣伝を挟みつつね、すみません、どうも。はい、そう、それで、ちょっと今日もね、告知させてもらったんだけど、ガズレでオンライン、公開オンラインレッスンの募集も始まりましたんで、ぜひ皆さん、ホームページ、ガズレホームページをちょっと確認しておいてくださいね。はい、楽しく音楽やっていこう。秋もウクレレぴったりだよ。ちょっと涼しくなってね。うん、はい、こんな感じで、いつも楽しんでおります。皆さんも一緒にセッションしてみてください。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。さようなら。